まあ、まあ彼はね、まあ、その仙台の田舎からね一生懸命出てきて、で朝からみくりさんに好かれて、まあ、この場にいるみたいなんですけど、まあ、人にはねロールスロイスかけろだの、まあ、いろいろね要求してくるんですけど、一体自分はね何をかけるんですか。その答えがちゃんと僕聞いてないんですよ。まあ、僕はいろんなことを言ってきて、まあ、最終的にはね、まあ、またジープっていうかもしれないですけど、今回輸入車で、まあ、2000万はしないですけど1000万後半ぐらいのやつを、まあ、渡そうかなと思います。もし負けることがあれば。それだけ大口叩く割には自分はなんかリスク取んないんで、別にいいんですよ。いいよ、俺だけかけていいよ。お前何もかけなくていいけど、お前男だったら何かけろよ。何かけんの。いやだからジープいらねえんだって。じゃあお前は何かけんだよ。お前は何かけんだって。じゃあ分かんない、まだ何も決まってねえよ。じゃあもう何もいらないよ。お前ほんと面白くないから、そろそろ賞味期限切れなんで、お前いらない本当に、うん、お前賞味期限もう切れてるから明日終わらせます。はい、以上です。ありがとうございました。